日付と時刻を表す数値シリアル値を学習していきます。はい、どうも皆さんこんにちは。おさとエクセルのおさです。このチャンネルではビジネスの現場で役に立つ知識を学んで、皆さんと一緒に日本の働き方を変えていきます。さて本日はシリアル値、聞いたことありますかね。連続的な値というふうなね、日本語に訳されますが、Excel の日付だったり時刻を表現するために非常に重要な概念になります。ぜひですね、ここマスターするようにしましょう。ただこの動画を見る前に第2回のですね、表示形式の学習をした方が、この動画の分かりやすさが変わってきますので、ぜひね、そちらまだ見てない方は右上にあるインフォメーションカードをクリックしていただくと前回の動画に飛べるようにしておきます。そちらの動画を見てからこちらの動画を見るようにしましょう。はい、というわけでシリアル値の概念を口頭でお話します。 Excel はですね、日付を数値で扱います。具体的には2019年3月1日これは 43,525 っていうね、数値で表現できるんですね。で、これどういうことって思いますよね。そうなんです。シリアル値というのはですね、 Excel の内部では1900年の1月1日から順番に1日増えるたびに数値を1足していくんですよ。これが起点です。ここ1と捉えて、それ以降ずっとね、1ずつ足していくと2019年の3月1日は 43,525 日目っていうね、ことになるわけです。日付が1日増えるとシリアル値は1増える。だったら時刻を表現するときも同じですね。1日24時間です。すなわち 1÷24 をした値が1時間あたりの数値です。で、これを分かりやすく言うと、お昼の12時って1日の半分じゃないですか。なので1の半分 0.5 がですね、時刻12時、お昼の12時を表す数値になります。このように Excel の中では考えられているということですね。 Excel の内部で扱うデータと人間が見ている見た目が違う、これやりましたね前回。はい、というわけで早速ワークシートでもこちらの概念をね、学習していきましょう。はい、ではこちらのワークシートをご覧ください。1行目にですね、更新日時とありまして、 C1 に日付で、 D1 に時刻書いてますね。これ日付と時刻、すなわちシリアル値というもので実は扱われているわけです。その中身を見ていきましょう。その中身のチェックの方法なんですが、ホームタブにあるこちらですね、今数値グループが日付っていうふうにね、表示形式になってましたが、これを日付ではなく標準に変えましょう。すると2019年3月1日は 43,525 というようなね、値に変わってましたね。そう、これが本来 Excel の中で扱われていた数値データになります。同様にですよ、今度12時の方を見てみましょうか。お昼の12時ね、これホームタブから行ってもいいんですが、まあ、私の場合はね、コントロール1をよく押します。コントロール1、これね、表示形式、それの書式設定ができるダイアログですけれども、ここからまあまあよくいじりますね。標準に変えて、あ、 0.5 ねっていうようなね、こういう見方をしていきます。まあこれ OK をしましょう。すると時刻、昼の12時は1日の半分 0.5 というようなね、数値で表されていることが分かりました。さてシリアル値ね、ここまでやって、あ、そういうもんねっていうのは、まあ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 皆さん思いますよね。じゃあこれ何が肝なのかっていうところをお話ししましょう。これの重要なポイントは数値データであるということ、ここですね。数値で表されているというところがポイントです。で、数値になると何がいいかっていうと、これもまた勉強しました、一番最初の動画ですね。数値は計算ができるんです。文字列は計算できないけど数値は計算できる。そうなんですよ。計算ができると何がいいことがあるか、実務の中でね、どう使うかっていう話ありますね。今回このレッスンではやりませんが、イメージとしてはある将来の一時点から今日の日付まで残り日数何日なのみたいなね、プロジェクト管理とかしてると絶対使います。この将来の一時点が数値で表現できて、かつ今日という日付も数値で表現できれば、これ引くこれでね、残りの期間を計算できる、こういうようなね、メリットがあるわけです。だからこそ連続的な値、シリアル値、すなわち数値データというものが重要になってくるわけですね。今日はワークシートではここまでです。はい、それでは本日の学びをまとめましょう。ポイントは3つですね。
1つ目、最重要です。シリアル値というものは数値データであること、すなわち計算ができる、ここがポイントですね。これが一番大事です。そして2つ目、シリアル値というものは日付と時刻を表すために存在する、ここが2つ目ですね。で最後、シリアル値というのは1900年の1月1日から順番に1を足していって、続いている番号なんだなっていうところを押さえるようにしてください。ここでお話ししているまとめですね、この本でいくと一番右上の方にね書いてたりしますので、ぜひ復習に役立ててみてください。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。最後の方ね、特典あるの皆さんご存知ですねお里エクセル監修のショートカット重要度別一覧ございますので、ぜひねインフォメーションカードの方から、クリックしてダウンロードしてみてください。皆さんのねデスクの上とかに置いていただけると嬉しいななんて思ってます。はい、というわけで本日ここまで見てくださった方はきっとこの動画だったりこちらの動画も役に立つと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 See you next time. バイバイ。